こんばんは。時間になりましたので、今週もスパツ対戦会配信始めたいと思います。よろしくお願いします。Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic ばんは。本日のスパ 2X は式の細道ではなく、2on2 のチーム戦を行いますので、手近な方と組んでいただいてエントリーしていただくか、もしくはあっせんで1人でエントリーしていただいて、こちらでチームをあっせんする形。2の一発トーナメントの大会をしますので、割と早い者勝ちで好きな方と組んでいただいても構いませんし、あっせんでも構いません。で、9時ぐらいから始めたいので、なんかチームメイトが決まった方とかから順番にエントリーしていただければと思います。よろしくお願いします。one, fight! ですよね。はい。まあ、絶やさずやってたんですが、前回スト2ばっかやってたから、はい。やんなかったんですよ。結果雷鳴の方がやってんじゃないですか。モーハンは。そんなこともない。あれ結構嘘くさいですね。デキレース感がイライラします。そうですね。無理反対したのに逃げられた時のあのこと。そうですね。いや僕モーハンやってないんでその熱さがわかんないんですけど。そうっすね。本番やってなくてもラージャンぐらいは分かるぞ。そんな人でも最初のが一番面白かったですけどね。そうですね、ラージャン、ラージャンね。そうなんです。1回だけ鳴らしたことあるんですけど、お、さすが逆回転。素晴らしいですね。その話じゃない。いやちょっとね、業種がずれちゃいましたけど、まあね、WX 久しぶりにやりたいんですけど、後半でもなかなか社会人だとチームでは難しいっていうことらしいですよね。私もそれがあって、前のその PSP の頃にまだ旦那と同じ会社だったのに無理やり嫌がるために PSP と音を与えて仮攻撃を与えて、それ以来旦那さんはモンハンを好きになって、私以上に詳しく強くなって。そうですか、良かったですね。まああれですよね、ネロさんとかは仲いいですよね、非常に。今回向こう先にやるっぽいんで、あれ今回のモンハンの WX は、PS ビータなんですかね。あ、3DS なんですね。ああ、なるほどなるほど。申し訳ないです、全く知識ないです。なるほど。はい、カップコンさんのゲームは微妙にイラつく感じが面白いなって思う。鬼対応。はいはいはい。あ、そうか。モンハンもカップコンですよね。考えたらね。ああ、失礼しました。僕サミーかと思ってました。まあサミーって思ってる人もいっぱいいると思うんですけど。失礼いたしました。そうなんですよね。違うんですよね。今新しいの出てます。失礼しました。もうね、ちょっとね、僕。X 以外あんまりしてなくて、本当にゲームしてないんで。そうなんです。おじさんなんでもっと違うことをしたいんですけどね、なかなか難しい。まあ何が言いたかったかっていうと、大会は9時半くらいから始めたいと思います。そうですね、9時半ぐらい、今9時10分ぐらいなんで、あと20分ぐらい。ちょっとエントリー時間を設けますということで、下準備ということで、はい、Round 3, fight! はい。はい。 Round 1, fight! Round 2, fight! はい。あ、すみません、長らくお待たせしました。じゃあ、エクサ全然野菜&モンハンダブルクロス発売前夜祭の、ダブルエクサ 2on2 ですね。今から始めたいと思います。1回戦が店員と自衛官チームとセカンドチーム。店員と自衛官は、ヒカルさんとハクさん。で、セカンドチームがピロシさんとシャルさんですね。じゃあ、先方を決めていただいて、先方決まりましたらばミキさんの方まで。店員と自衛官チームですね、ハクさんとヒカルさん、それと見えないセカンドですね、ピロシさんのホンダと、あとシャルさんのバイソン。じゃんけんで 1P2P を決めていただいて、あと先方が決まりましたらば、ネロさんの方まで申告お願いします。申告するのはこの方です。はい。はい、結局これ。はい。いや、セスナ。神髄。これ髄あるんで。混じり系のない。混じり系ないどころか混ざらん。さあ、じゃあ両方決まりましたらばお願いします。じゃあ行きましょう。店員と自衛官 VS セカンド。1P 側ピロシホンダ、2P 側はヒカルバイソンですね。じゃあやっていきましょう。ではよろしくお願いします。盛り上げていきましょう。さあ、めくりが入っていきなりフーガ日本の相撲をなめるなと。さあ、圧殺していく。あ、音ゲーマーなんですね、ヒカルさん。マジか。僕ももともと音ゲーマーです。最近やってないですけど、あ、いろいろやってます。あ、ポップンとかやってますし、デラメやってますし。マジか。さあ、ってことは音ゲーマーということは反射神経はお手のものと言いたいところだが、なぜか踏まれているバイソン。さあ、どすこい借りてこれはヘッドで切り返して、どうなる。うわー、短パンチのところに続き。さあ、大将ハクガエルですね。はい、いや、いい体してますね。自衛官すごい、かっこいい。体がすごいですね。まさにガイル。はい。ああ、まあ、そうですね。まあ、いろいろと。まあ、さすがに防衛大臣もやぐ締まり状態になってる可能性もちょっとありますけれども。さあ、サナで切り返して、ソニック、そして追い払う。これはいいですね。おっと、サナが出ない、潰されたか。さあ、おもらししたが、おとがめなし。サナで切って、これは表。さあ、なんか硬い動きでアットと言いたいところだが、ダメージ負けしている。さあ、まあ相打ちなのでまだ OK でしょう。厳しい攻めが続く。どっちもう一回ピヨってかピヨってない投げ返してしかし浮き身通ってる。いやーごっさんチョップセカンド続いて0回戦の第2試合ですね。はい、ダブルドラゴンダンスさんとゆりっぺさん。ダブルドラゴンダンス VS ゆりっぺ。ダブルドラゴンダンスはゴーさんとノブさん、はい、ゆりっぺがペコさんとゆりっちさんですね。はい、じゃあじゃんけんで 1P2P 決めていただいて先方申告はネロさんまで。さあ今日はあれですね、同時キャラがだいぶ多いですね。そうですね、同時キャラチームありますね。同時キャラが同時キャラですね。龍拳多いですね。龍拳多めのまああとはちょいちょいまあばらつきがある感じですかね。そうですね。さあ先方は申告ですかね。先方はそうです、先方申告で、はい、あはい、先方も何もないと。おっとスーピー側はユリッチバイソン。ユリッチさんなんかメインキャラがはっきりしない方なんですけど今この時はバイソン。そうですね、今はバイソンと今この時今ダブルドラゴンダンスチームはこれはゴーさんですね。はい、ゴーさん対ユリッチさん。さあキャラ的に若干剣が厳しいが、この前の火曜日の東西戦でマッツンさんと沼さんが戦った際にはチェンガーが勝ってました。なのでチェンガーもやることがあると、こういったところでしょうかね。そうですね、転んで膝掴んで殺しに行くと、これがもうチェンの必勝パターンではないかと。さあロコスリゲージをためて掴まれてどっち、ああ下段アントニーからおおこれは足払い、しかしアントニー失敗でこがされてゴシゴシ長いぞ。どうする、うん、いやーこの前バイソンの前見てからさすがに出る。あの前さすがに波動拳のこの肘のモーション見てから結構余裕で出せますね。まあただ早めに出しすぎるとね腕で引きついたんで。さあこれは掴み返される、投げ返して、さあこれはおっといやー厳しい。おっとまだあるのか、おっおっまだある。いやしかしヘッドで待たれていた。対象ノブケンですね。さあ今の戦いを見てそうですね、抜け目は結構あったのでそこをうまくつけるかっていうところですが、なぜかガン攻め。さあ昇竜体育バッチリゴシゴシして下段下段、いやーしばおーそうですね、剣はアントビないですから、時代昇竜だったらここはガードしてどうする、昇竜が上に行ったところで3パンチをもらう。多分見てからではないとは思うんですけれども、まあでも出しとくではありますよね、あの状況だと。そうですね、まあただこの実況的にして兄弟の音が1とか2とか必ずいってると思うので、その声をしっかり聞けるかどうか。さあ波動で押し返しておっ中盤、しかし足払いがいい。あーここで掴んだなバイソン側、ダブル勝ったなゆりっぺ。では1回戦いきましょう。セカンド VS ヒデハウス、はい、ってらっしゃいまし、いってきまーす。さあ 1P、2P は決まって今先方の申告待ちですね。はい、じゃあ始めてください。 1P 側がタツトシさんの竜、 2P 側がシャルさんのバイソン。オアが上がって裏から落とす。さあオア、おっとアントミ失敗、投げて足を込む。竜巻当たって投げる。おっと松本さん集中してますね。顔がもうやばい、集中してます。いい投げ。からヘッド削りあって暫定ですね、これ暫定。さあヒデハウスの家主、さあノーノー家主が来た。ノーノー家主、2人目が本田なのでここにしまえば。そうですね、さあヒデ君大会にここ一番集中してほしいですね。これエクサーの1回戦ニカさんと戦うのをずっとイメージして、2回転バイソンとかね、ここでシャルソンを倒すことができればヒデ君のさっきも明るい、めくりいやこれすごいですね。かなり難しそうなんですけど、秀川秀ちょっとこれ先暗いな。押しているのは秀チュンリー、減らしてゲージも立っている。おっとマニアックを見てる、しっかりテンションで落とす。さあメガネの位置を倒して第3ラウンド、これはしっかりヘイドで抜けてぶっ放す。おっとヒデやった、ヒデやった。ヒデの負けだなこれ。あ、タトシさんが物言いが来た。はい、じゃあしょうがないので入り直して1ラウンドずつ取った状態から3ラウンド目お願いします。ヒデがいや多分ヒデが戦列ばなしてこれやべえっていうところで電源落とすと。それ以上チームパートナーの暴言は許さん。いやー突然びっくりしましたね。じゃあ 2P 側にリセットボタンが出てるので、なるほど、プレイヤーはさらわないように、今触ったことが分かんないんですけど、そうですね。ラウンド1ファイト、バグだったと。なるほど、基盤が悪くなるとなんか電圧の関係でたまに下にすることがあるので、まあこのゲームは本当にね愛されてるんでね、基盤を大切にしたいですね。さあ仕切り直してこのトラブルが幸運に転がるのはどっちの方か。さあ今のところヒデの方に流れがいっシャープさんうまい。ヘッドで掴んでさあ、ゲージアップ、離したのはヒデ。さあゲージ回収始める。ここは痛い。ワンチャン圏内です。まだ1度ありますね。あービンタ冷静。さあこれ X 波にちょっと巧妙があるか。さあいいイメトレができたところで、さあこれ X 波で当たる2人ですからね。根保川秀対かなり前哨戦的なイメージですね。これあれですね、ピロシ君的には勝っても負けてもあんまり美味しくないというか、ネタを見せたくないところと、負けたら負けたでヒデ君に自信つけちゃいますからね。しまったものはしまわない。さあヒデのこの寒い立ち回り、あー冷たい。13ヒット。また下がっていくと結局おっ100で当たる。おうまい。いいジャブ。安いがきっちり落とした。いいおいちょう。さあどうする。100列が出なかったんですかね。削ってああ投げるー。すぐそれあったのはきれい。はい結局これすぐそれ。さあ1回戦の第2試合ですね。シホシム対ジロケンカイ。これやばいね。頑張ってくださいシホシム。チーム名が川シム要素がシムしかないからねさあ対するのはジロケンカイニーヤグッチ。まずはワンピース 2P から。よりによって当たってしまったのがジロケンカイ。グッチホークとグッチ S ホークですね。 S ホーク。さあ S ホークはしっかり出せるのかちょっと見ものですね。かなり練習してるっぽいのでそうですね、はい、なんと 1P がカーシム、裏切りのカーシム。これあれですね、いろいろとカーシムさん大丈夫かなえなにこれ S ホークの 2P から。へえ確かに青くない。なんかねホークって S ホークだとこの青いユニフォームだとかなり怖いんですよ。あしかし 2P が回ってるぞ。2P 側のグッチさんは回せるの？ 1P 側回せないって言ってました。 1P 側回せないんでとりあえず逆に投げて、そう逆に投げて回せない状態を作れば OK ですね。さあでガードして立ち台形。さあ冷静、もう回させないと。さあセラタイク、あーこれはつらいやつ。川島さんの得意技ですね、フレームインフェルノですね。落としてからきっちり削る。はいさあ危ない危ない動かされたらやばいですよ。ストップテレポテレポ。これね川島さんのねテレポが本当に神がかってると思うんですよ。と思ったがこれは逃げてガードして立ち上げ。さあ一発圏内です。セット圏内をこれはなんと川島敗れる。対象に大きなプレッシャーが。大将シホチュンリー。さあゼロ様が無理やりこじつけた感があるチームという噂ですけれども、大丈夫ですかね。何回か大会出てますね。なるほど。というわけでちょっと期待していきましょう。大将シホチュンリー優勝経験があると。さあ 2P 側のグッチはやばいぞ。逃げたがコパンロコスにやっていくが 1P がやっぱり回せない。回せないさあ投げて、うわーこれやばい。いやー 2P が出るんです。そうですね、4回とりあえず今日ついて投げれば OK ですねと思った瞬間にこれよく暴れた。しかしやっぱり 2P 側いくおっと 2P 側でも何があったか。おおなんだ今の。うわーこれはうわー冷静にトーマホー勝ったな。ジロ展開では次は破天荒なミキ VS ハドソン。これすごいですね。ミキさんはミキさんという選手はいないんですけど、あ、そっかネロさんっていう方と破天荒なチームなんですけど、はい、なぜかチームでは破天荒はい式常連チームですね。そうですね、皆さんほぼ毎週来ていただいて、あ、そうなんですね。ネロガイル破天荒流チーム対山本チュンリー対山本チュンリーお茶丸バルログ、なんと強キャラ2体龍ガイルチュンリーバルログと、なんかストツの要素が全て詰まってるような。そうですねすごいのが1個詰まってますけどなんかあれですね、ストツの映画そのものって感じがしますねこれね。ガイル龍チュンリーバルログって、じゃあ服が破けるところを期待して、ああそうですね、あと入浴シーンも期待で期待してはい、じゃあ先方自分まで。先方はこっちにお願いします。これすごいチーム名いますね。打倒ゆうべがっていうチーム名もありますね。必ずぶっ殺します名前がすげえわ。さあ行きましょう。おっとオッケーで行きましょう。まずは山本チュンリー VS ネロガイル。さあガイルチュンリー、この組み合わせ、チュンリーが戦列持つと辛いと言われてますが、やはりガイル側がきっちりとゲージをためる前に拡散をしっかりと取っていくっていうところがやっぱり大事になりますね。そうですね、やはりチュンリーは歩き投げがやっぱり強いので、それをさせないようにさせていくのがやっぱガイラー正解かと。さあここは吐かせたロコスに中盤投げ中元、これはあーっと優しい。まだあるの、投げ返される。あれ高めだったのでチュンリーワンチャン高めで食らってもよかったかもしれないですね。高めガードすると投げ五分になっちゃうはずですよね確かで、より確実ですよね。さあ中盤この中盤が強すぎる。対空戦ですがガード、しかし投げ返してめくりはめくってから投げに行こうとしたが、さあこれは美味しい。どうする。さあ冷静にまずはゲージをため合う。そう食らって投げて、飛んでくるぞ。あーレフェリーガード、何が見えたのか。さあ7の目、さあ投げて打ち身がない。さあロコスに中盤しかしそれが強い。減る。投げ返してまだあるぞ。しかし伝承しっかり対空。大将破天荒流ですね。さあ最近かなりのやり込みを見せている破天荒流、まあ、この後に控える、お茶丸バルログの破天荒さん、かなり今日もやってましたので、チューニーが勝ってその後もちょっと見ものでしょうかね。ポテンシャル的には両方いけるだけの、そうですね。さあ投げて打ち身がない。ここは投げに行ったところは勝利でしっかり暴れる。さあチューニーゲージ持った。ユーガーはこれはレスにガード。さあこれは踏ませないが、高校生投げに来るところをしっかりと真空で固める。さあ露骨投げを見せた。次のラウンドどうなるか。そうですね、露骨投げの裏の卓は最大を入れる中足大パンとか寄り位置につなげる一手を見せたいところですね。さあ金敵が出ないがガードでいいと。さあこれは苦しいが、おっとそうですね、前に出て金引きでしっかり落とす場合と、あとはもう相打ち確保で台形出したりとか。はい、おっとこれは運がいい。テンションは使って踏んだ。これは100レス削りを見せただけ。待って前へ出て投げる。あれ結構ずれですよね。100レスガードをさせようと黙らせてからの投げ、あの位置は昇龍出しても当たらない位置だと思うので。そうですね。さあチュンリーは5番を振ると後続がちょっと増えるのであまりよろしくないが、ちょっとやっぱり山本チュンリー若干龍の癖があるのか。さあ龍がゲージ持ちでこれは踏みつけしっかり大してアッパー冷静ですね。さあ破天荒龍がいつでも仕留められるが、これは事故が事故らなかった。大将戦危ないですね。今のちょっと匂いましたが、ギリギリ連打のタイミングですかね、今のは。そうですね、多分勝ってたので台出しが上がった形。はい、さあお茶丸バルログがちょっと緊張気味。大将同士の争い。さあスラさあしかしこれね、押し付けコード強いですね、本当に。いや地上でしか行かないが、これはさあこれはいいのが入って中断。超竜が取るが、これはゴロゴロで死ぬと思ったが、今のはもう投げたもん勝ちの試合でしたね。中昇竜台足からさあ露骨に前に行く。しかしダメージ結構もらってるぞ。大丈夫か。投げていいですね、あの対空正解です。さあもう一回行く。見えない思ってガードしてる。おっ熱い。うわ早出し、あれ早出しに対しては上り中パンですね。マリオパンチがいいんですが、とっさに判断できるのはなかなか難しいでしょう。昇龍大昇龍でしっかり狩る。さあ吐かせて竜巻どっち下段。さあ昇龍は疲るが中盤入る。おいしい。さあお茶丸バルログが追い詰められて、これはどうするんだ。昇龍拳真空削って様子見て。これはまだある。うわー気合いの勝利。ったのは破天荒ミキ、破天荒なミキ。さあでは、1回戦ラスト、はい、打倒ゆうべが対ゆりっぺ。さあこれもなかなかの組み合わせ。セロテープダンディ友田ベガ対ペコエースケンユリッチバイソン。あ、これいい。さあ、2P 側、ペコエースケン、1P 側、セロテープダンディ、さあ、ダンディエースケンですね。エースケンは通常技の判定が優遇されているのと、波動の硬直の短さ。さあ、ここは台足入って、冷静に小足で暴れる、踏み込み台足が鋭くて、画面端。さあしかしダメージはそこまで取られてないので冷静にいきたいところ。ただメガキスイがあまりダメージ減はないと言っていいでしょう。思い切り突っ込めますね。まださあ勝利を食らってなぜか上から行く。うわー、大足の疲れに大足をかけらせる。これはやっぱりはいそうですね。もう S 点ぶっちぎりで有利ですね。そうですね、やっぱりドミ着の状態にうまいな、今の。しかし、ドミ着すぎると投げ返しを食らいます。さあ、踏み込み台足、どうなる、寄りたい、しかし、技が強すぎる、どうする、小足台足、今、滑るかと思った。友田さん、ここしかないという伏流を昇竜拳で成敗。ちょっと今あるのかなと。まあそうですね、ちょっと匂いましたが、冷たいですね。さあここで大将友田ベガ、さあこの2人もよく火曜日のバーサスの東大戦で当たっていますが、先週の見てきたんですけど、先週はどうだったんですか。先週当たりましたって、この2人。そう、ちょっとね、定かじゃなくて。そうですね、僕も知ってません、ちょっと覚えてないです。見たんですか。投げて、投げ返される、なんと。すごい。さあ、これは友田さんもちょっとびっくりか。さあ、昇竜ねじ込んで、投げ返される。冷静にガードして、ここは大足、おっとマンホーマスターが入って中足ダブルに、うわー見えない上。あれね、ベガの場合4択なんですよ。最後で裏に行く場合の下と上があるんで4択です。かなり難しいです。さあこの画面端は厳しいぞ。縄跳びゾーンは大昇竜でしっかり狩る。横に長いんでね、ここが苦しいところですね。さあ鳥かご継続。さあしかしここで脱却。ダメージをそこまでもらわなかったのでまだワンチャンありますね。ホバーからの多分あれでしょうね、スパコンの可能性もありましたが、さあ蹴ってさあ逃げ回るペコエスケに対して、じゃあここは勝利。ペコさん強い、出しとくじゃねえか。というわけで勝ったのはゆりっぺですね。では準決勝ヒデハーフ対ジロ展開いきましょう。1P 側がヒデハウス、2P 側が次郎見解。さあ先方決まったら自分まで。はい、じゃあ始めてください。タツトシ龍、1P がタツトシ龍に対して 2P 側がニーヤーホンダ。いい昇龍拳。さあ100貫はめてもっと投げ返す。昇龍拳、昇龍っぽいものが出ていたが投げて、さあ龍退治はお手の物といった感じのニーヤーホンダ。さあ暴れるところをとがめる。ちょっと待って、原昇一郎、お互い暴れん坊ですね。暴れん坊対決を制したのはニーヤーホンダ。さあまたしても本田戦、ヒデチュンリーの仕上がりはいかに。読んでましたの空中投げ、ずかずか歩いて逆に出たところに大いちょう。こうなるとチュンリー有利ですね。さあドロット、また逆に出た。チュンリーの中盤、逆に出ても当たることもあるんですが、今2回とも空振りでしたね。上に上から攻めるニーヤーホンダ。上から上からまだ上から。逆転ですね。よく逆転しましたね。おっと2回転賞出ちゃった。今のはかかったのは決勝進出は次郎見解。さあ準決勝第2試合、破天荒なミキ VS ユリッペ。さあ始めてください。さあ 1P 側がユリッペ、 2P 側がミキガエル。でいいんでしたっけ今日。今日はネロガエルさん、間違えました。失礼しました。ラウンド1ファイト、サイクロン、サイクロン、サイクロン。さあビギナー相手にはなんかはめても仕方がないので、投げは使わないというなんか主義主張があるユリッチ・バイソンなんですが、かなりゴツゴツしてましたよね。なんか半分ぐらいはゴツゴツで持ってった感じ。初心者相手になんか投げなかったもしょうがないみたいな、なんかさあ気を出せて、ちょっと不安が残るコンボミス。あれミスですか？わざとじゃないんですか？手元見る限りなんかちゃんと仕込んでたっぽいんですけど出なかった。で破天荒さんですね。はないんですが、やっぱり立ち回り的にはバイソン有利目ですね。さあおっちゃんシュート落として台足入れて、台足かなり怖いですよ、キレイジ溜まってるんで。そうですね、引かられたらおしまいです。おっとリバサが刺さってガードされてもおしまいですからね。ヒット以外は必ずクレイジーが入るので、かなりやばい選択肢。さあかなり低いところ、同数かなり破天荒な中国数ですね。天荒さんの今日の昇竜拳の精度はなんか天頂っぽいですね。かなり低いところ落としている。さあゴチってさあ昇竜拳、さあどうする、シャコッタが光ってしまった。それは出しますよね。まあしょうがないからパラスでしょうね。1点読みの昇竜拳もなくはないんですけど、さあ嫌な間合いでゴチってゴチってゴチって終わりまで持っていく。さあ決勝進出はイリッペ。あ、ちょっとお待ちください。じゃあ決勝の前に三決をやります。三決はヒデハウス対三決、ヒデハウス対破天荒なミキ。じゃあ代表者で1P が、破天荒なミキ、2P が、ヒデハウスと。あ、クレジット押さないでください。まあまあもう入っちゃったんで続投で。1P 側がネロガイル、2P 側がタツトシリュウですね。そうですね、リュウガイル対決ですね。さあお互いのやり込みがどのぐらい。おっと投げた、つまき置いて、甘い形は許さない。さあ、じりじりした立ち回りから、あ、裏剣。さあ、噛み合う。さあ、チャットまで落とす。内から。このラウンドはミキが今ネロガイルが押している。おっとアッパーで落とした、逃さない。すごい、ね、リードしての相打ち対空、ガイルの基本ですね。素晴らしいですね。これ一方勝ちするがルールはないんですかね。みんなではないでしょう、ね、ないんですか。あ、じゃあ飛んだら相打ち、ガイルがミスらなくては相打ち。なるほど。今回はタツトシリュウがいい気持ち、まだ真空を使ってしまった。つまき当たってゴスッタが投げ返す。投げに行ったが昇竜拳。おっと竜対決そうですね、大将戦は最初は破天荒竜。割と荒らしていく感じのタツトシリュウに対して破天荒さんは堅実なタイプ、落ちた立ち回りを練習していくタイプですね。が暴れが機能して、なんと阿部保留1点。ちょっと厳しいかな。さあめくりに失敗したところを投げて1ラウンド目は辰年龍。あっと上が取ってしまう。またガードしてしまう。天功さんが上が出ていない。出た上。めくり失敗。そうですね、ちょっとめくりに行く位置がちょっとあれですね、深すぎましたね。3位はヒデハウス。じゃあこれから決勝ですね。決勝はあれですか、一発勝負ですか。一発勝負です。これエクサルールに準じるわけですね。エクサルールはよく知りません。あれあれ主催の方とあんまり仲良くないので詳しい情報入ってこないんですよ。あれ抽選の動画とか見られてないですか。見てないですね。なんか呼んでもらえる気もしたんですけど、なんか呼ばれなかったしいや、あれ現場に確かあれですよね、新谷さんとかおられましたよね。さあ決勝が次郎健とユリッペ、一発勝負です。あれこれじゃんけんは決まってるんですかね。 1P、2P は決まってる模様ですね。なんか先方もじゃんけんで決めてるっぽいんですけどチーム内でじゃんけんですね。はい、じゃあ始めてください。はい、じゃあさあ 2P 側があさってのエクサはどうなるのか、明日のモーハンはどうなるのか。2P 側がグチさんです。 1P 側がゆりっちさんのバイソンと。さあ次郎健は噛み合った形ですかね。一応バイソンに当ててるので、あれグチさんエクサエントリー多分龍だったはずですよね。まあ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 、はい、さあ調子乗るなと、まず1回転ガードしてこかして、おっと2択になってないっすね。ボタン離してまっすぐはめるだけでいいんですが、さあで、追い詰められた形の次郎健。本当ですここ勝っても次が S 剣なのでかなり厳しい。なるほど。さあ四季の暴れん坊ゆりっちがまた今日もタイトルを手にしてしまうのか。さあガード下がきっちりで相打ち取ったが、起き上がるのはバイソン。いやいやゲージ全然ですよ。全部入った。全部入って出なかった。優勝はゆりっぺ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、皆さん形だけでいいんで拍手を。おめでとうございます。じゃあちょっとインタビュー的なものもしとこうかな。はい、インタビュー放送席、はい、放送席じゃあゆりっぺのお二人、今日何かコメント的なものを、なんか明後日の大会に向けての意気込みとか含めて。ゆりっちだけはガチ。ゆりっちさん大会は出ないんですけど。そうですか。じゃあまあ次の大会で。モンハンもやりません。モンハンやらない。でした。じゃあ皆さんね、明日朝一でビッグカメラに行くのもいいし。そうですね。ダウンロードでちょっと今から予約しちゃって。あ、ダウンロードは別にいくらでも買えますからね。ちょっと私まだ買うのいつかあるのですか？十分顔入れあるんですけど、まだゼルダが終わってないので。ゼルダって新しいやつ。どうですか？楽しいです。あと EU で買おうか。EU 版もありますからね。ぶっちゃけもう今日も来ないでゼルダでもよかったんですけど、一応ね。そうか。どうですかスイッチ？気になります。あ、かなりいいハードだと思います。そうですか。楽しいです。なんか欲しいじゃ欲しい今何でも欲しいんですけど、落ちてたら絶対拾うんですか？いやまあやりたいゲームが出るので、この後マリオカートが出て、ウルツーが出て、スプラトゥーンが出てってなんかあるんで、やりたいものが出たタイミングで。そう、ゼルダが結局 Wii U であるので、Wii U も私割と気に入ってる派。あれもいいですね。時間が。そう、Wii U でもまだ良かったんじゃないかみたいな。最近同じもので Wii U でも十分楽しめると思います。コントローラーだけでゼルダできるんで、できますね。一応調べたんですけど欲しいなみたいな。ただちょっとね、Wii U のパッドよりもスイッチの携帯モードの方が軽くてなんか持ちやすいし薄いんで。あ、そうですか。そうか。今度じゃあ持ってきていただいてここに。あ、はい。ウルツー出たら持ってこようかな。じゃあその前にみんなで見せてください。あ、そうそう。その前にみんなねつまみ出せますよね。ゲーセンでスイッチの変な。スマホゲーも結構厳しいので、なんかゲーム機持ってきてゲームしてるのはちょっとやばいですね。ここでスイッチをコントローラーでゲームしてたらちょっと首根っこ掴まれてもってまあでも見せてください。まあ野試合やります。残り1時間ぐらいですけど、野試合の方楽しんでください。今日はありがとうございました。じゃあちょっと配信台に今日の大会の余りを入れるので、ぜひ配信台で遊んでください。Oh! したらそろそろ閉店のお時間となりましたので、放送もここら辺で終了したいと思います。今週もご視聴いただきありがとうございました。来週も金曜日8時からやると思いますので、またよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。